2月もまだ半ばだというのに、もうすっかり春のような日になってます。ここ2日ほど本当に暖かくてありがたいんですけれども、ちょっと天候の急変が心配な毎日です。まあ、こういう時に、こういう SUV はいざという時にですね、走破力があってとても安心な車なんですけれども、今日はこの2代目フォレスターをちょっと振り返りながら、楽しい装備を加えたので紹介をしたいと思います。まあ、最近フォレスターの評判がすごく良くて、特に自分も新しいスポーツを使ってるんですけれども、やっぱりこの頃はインプレッサー WRX の影響というか、もう土台をもろに使っているので、この単純に WRX を SUV にしたというような雰囲気がもうありありですから、まあ、四輪ストラットでリアのサスペンションの動きがこう余裕がありますしね、そういうまあ特徴がはっきりしている車なんですね。それでこの頃はまだこういう僕があまり好きじゃない取っ手方式 のドア、トリムですけれども、まあ、こういうところがこの後だんだんまた変わっていって、一つ前のフォレスターがすごく僕は本当に代表する名車だと思うんですけれども、フォレスターをですね、これはその前の前になるわけですよね、 SJ の前の前になるわけですけれども、この車のすごいところっていうのは、やっぱり最初からかなり動力性能をですね意識して作ってきているので、まあ、マニュアルトランスミッションありきの車ですし、リアがストラットでサストラベルがこう大きいですから、なかなか走りもいいで、後でまた説明しますけど、なかなか面白いですね、工夫がいっぱいあります。でただこの当時はですね、また下げていこうっていうダウン、ローダウンの傾向が少しありましたので、これにはクロススポーツっていう車もあって、まあ、そういうものがこう混在するちょっと過渡期の車でもありますよね。で僕は SF5 っていう最初の車を下ろした時に、このローダウンをしたものがあったら面白いんじゃないかということで、 SF で、インプレッサ WRX の RA のバネなんかを使ってローダウンを作った男なので、ローダウンが嫌いなわけじゃないんですけれども、まあ、今は炭焼けの時代になってますから、そんなことはあんまりやらないのがよくって、背が高くても四輪独立サスペンションのおかげで非常にロードフォールディングがいいですから、避ける方向にはフォレスターっていうのは振るもんじゃないなっていう持論を持っています。でご覧になっていただくと分かるように、この車、マニュアルトランスミッションで運転席に STI の純正シートがついてるんですが、まあ、このシートをちょうどですね、見て何のシートか分からなかったんですけども、合わせてみたらまさにこれにぴったりです。で、さっき交換したんですけども驚いたんですね。外したシートとこのシートを持ち比べたら、純正シートもいいんですよ、頑強ですからね。あれはですね、みたいな重さなんですけど、シートひょいって言ってるんですね。見ていくとフレームがこうアルミでできたりしてて、STI って書いてあるのが決してバチモンじゃなくて、ちゃんとした STI の純正というか STI 純正シートですよね、だったということが伺えるんですが、当時はね、作ってもね、僕あんまり売ったことがなくて、いいものを作ってたんだなと思います。今はね、レカロのシートを売ったりしてますけど、あれはレカロじゃなくてどこのメーカーのか分かりませんけども、裏側見たらこう細かいところがアルミになってて驚きました。で、あと今のフォレスターはここにですね、足をかけて乗れるような細工があるんですけれども、まあ、この車の場合にはそういう細工はありません。で、ここにエアバッグが入っている車はここにこういうタグがついてて、サイドエアバッグが入っているよっていうことを記しています。で、おそらく今フロントシートの右を交換したので、サイドエアバッグがなくなりましたから、向こう側だけですね、サイドエアバッグの警告灯がね、ついちゃってると思いますけれども、
ね、それはあのご愛嬌ということで、お願いします。グレードは XT、まあ当時は SI 写真になる前ですからね、このあと SH 型のフォレスターは SI 写真になるので、ここが W 脂肪になるんですけども、これはストラットを用いているので、ちょっとあのその後のフォレスターとは走りが違う、これはちょっと一線を画すモデルですね。まあそうなった理由っていうのは簡単で、もともとがそのインプレッサは初代で終わって、次はフォレスター、まあ最初の名前をストリーガっていう言い方してましたけども、それにチェンジしていくっていう流れだったんですね。ですからインプレッサは1台で終わっちゃう予定だったんですけど、何しろあのコリン・マクレルの活躍がありましたからね、もう乗る人乗る人みんな優勝してた時代ですから、あのケネス・エリクソンだってね、三菱から移籍して優勝でしょ、ピエロ・リアッティも優勝したわけですからね、そういうあの車の時にじゃあっていうんで、急遽2代目 のインプレッサの GDA っていうのがあの計画に上がって、それが20世紀のとともに発売になったわけですけれども、その2年後本来だったらすで、にないはずだった、インプレッサをベースにしてこれが出てきてるわけですから、そういう言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、1本になるところが2本の太いラインができて、その2本の太いラインがあるおかげで、スバルはいつもトレンドの最先端を、まあ、小さいメーカーながら走ることができたんじゃないかなと思うんですね。だいたいどんなファッションでも何でもそうですけども、10年ぐらい経つとそのトレンドが変わっていくんですが、あの当時クロカンと言われてた車っていうのはとっくの昔に耐えてしまって、また今度ジムニーなんかが出てきてあの復活してますけども、シャシーなんか見ると決して新しいものではなくて、あの、まあ、鈴木さんもちょっと恐る恐る作っているところがよくわかるんですけれども、こいつはですねスポーツビークルっていう名前で出てきてまして、その SUV ですけど、でも実際に走らせるとかなりそのオフロードも行けてしまうっていう、そういう能力を持っているのが、まあ、面白さにつながっていると思うんですね。でここの高さもですね、この頃からこの後に行くにしたがって、今のは220ミリですから、さらにあの20ミリ多く取れてますし、 XV も国内は200ですけれども、海外はあの220取ってたりですね、なかなかあのスバルはそういうことは芸が細かいですよね。まあ日本で220を XV に出さない理由というのは簡単で、背を高くしちゃうとあの入れないところいっぱい出てくるのと、それが必要な場所がもうないっていうことがあるんですよね。まあ実はそのフォレスターでアクを走ろうとしても、長津川近辺には走るところいっぱいあるんですけれども、結構そういう場所を探すのに苦労するから、あのねキャンプ場みたいなところに行って入っちゃいけないところに入ったりするのもねまずいですから、あのスバルもその辺考えてやってるんでしょうけど、アドベンチャーだって言ってあのフォレスターコマーシャルでこうやってますけども、アイドルなかなかないですよね。そうするとまあ200ぐらいでちょうどいいのかなっていう気もします。で、これはあのEJ20 の、まあ、いわゆる低速トルクを出すタイプになってますので、この当時の GDB に比べればあのインタークーラー小さいんですけれども、 GDA に比べるともうほとんど同じ感じですから、やっぱり走ってる感じもこうなんていうのかな、エンジンの音聞いた感じも、まあ、WRX そのものですよね。で当然のボンネットもアルミでできてます。これがねちょっとね、これぐらいやらないとねちょっと締まりがね悪いんですけどね。さあこういうこの頃はですね郵便ポストがあって、今はついてないんですけれども、またねこいつは大好きなねサンルーフ持ってますね、サンルーフ持ってて、シルバーの、まあ、純正のあのごくごく落ち着いたあのタイヤで、まあこのターボ車にはあの215の5517がついてますけれども、これはどっちかというと あのゴツゴツタイヤをつけるっていうイメージの車ではなくて、
WRX ですからね。どっちかっていうと、コンチの、マックスコンタクトとかサイズがあればですね、あるいは、プレミアムコンタクトとかスポーツコンタクトとか、そういう面白い柔軟なハイグリップなタイヤを履いた方が、いいと思います。これは、レグノの装着になってますけどね。まあそんなことでですね、ちょっと走らせてみようというふうに思います。乗った時にもう今座って全然違いますね。これつけるとシート変えるとサスペンション変えたぐらいの性能が出るっていうことですけど、これももうこの車大好きな車で、大事に維持して性能維持してどんどん上げるように管理してるんですが、何度か乗ってるんでよくわかるんですけども、こう今までのシートだと SUV のシートですからちょっと腰掛けてる感覚で、それはそれでいいんですけれども、もうこう座るとこう座った瞬間に攻めるシートだなっていうことが分かってきてSTI もね、あの頃はそういう車いっぱい作ってましたんでね、狙いはこのシートの狙いはよくわかりますね。本当のスポーツシートほどではなくて、でもこのスバル車を知り尽くしているやっぱり STI だからこういうシートを作れたんだなと思いますね。素材も純正であの頃使ってたやつそのものじゃないかな、これアルカンターラでここにパンチングがあるやつですよね。でフォレスターとか、後期のインプレッサクーペ、なんかはこれをね、このメッシュのこの素材を好んで使いますけれども、あと面白いのがですね、このエアコンなんですけど、これオートエアコンなんですが、この温度ダイヤルはこういう風なんですよ。で一番低くすると下がこうして動いて、こう連動して動いてますが、このスイッチこういう風なんですよ。このぐるぐるじゃなくてね、ワンステップ制御になってますね、これ。でこっちもそうなんです、これステップ、こういう形のやつはスバルの中ではちょっと珍しいと僕は思います。あまりない、ね、これはフロントのデフロスター、リアのデフロスターですね。リサーキュレーティングとエアコンと、これでオフ。ブライトって何だろうっていうと、これブライトって何なんだろうね、照明の明かりかな。夜間これをつけてて、こういう風だ、面白いこういうことか。なるほどね、ヘッドライトつけてるときに軽くできるっていうのね。でここは小物入れて、ここがコンビニエンスのフックをかけるところで、カップホルダーもこうナンパがついててちょっとおしゃれになってると。でベースになるインプレッサーがここからポップアップするナビがついてましたよね。でこれはコムネジェがこうついてると、これもこうやるとあるんだ。こうやって食べ忘れちゃいますよね、やっぱりね。懐かしいですね。さあ走らせてみます。ダンパー秀逸ですね。ふんわりとこう、あそこ結構大きな段差なんですけど、ふんわりと吸収してくれました。乗れない人が多いので、もう乗れない人は無理に乗ることはないんですよね。そうじゃなくて、やっぱりこうクラッチ踏んでこうギアの変速をね、お楽しみたいって人にはね、どうしてもね、この欠かすことのできない楽しさがあるのでね。これ今2速落としたターンで立ち上がっていく加速、アクセルだけの調整、
バルだね。スバルですね。滑る危ないところなんですけど、アスファルトでもな塗ってあるせいだと思うんですけどね、色、きちっと食いつきますね。まあ5速に今入れてますけれども、音がもう非常に静かで、余分なこう雑味がない車ですので、こうドラポジがこれまでよりもきちんと安定して、乗ってるこう動いてる時の質感が高い割には、上質なこう乗り心地と上質なサウンド、こう室内空間ハーシュネスがきちっと効いてる感じがしますので、なかなかね、これは面白いコレクションです。ということでですね、本当に小春日和の一日、今日はこのシート変えたばっかりのフォレスターを、乗りたくなったので紹介させていただきました。これで終わります。